かん。これでいいかな。よし。こんばんは。アザージャケットサイン会です。今日はショールームの皆様。今日はじゃん。CD のねジャケットがあると思うんですけど、それの、サイン付きのひなちゃんの宛名付きのサイン付きのやつがもらえるっていうやつになっております。そしてそう毎回あるんですけど、これはね、あそしてあとはジャケットサイン会、今回はですね、なんと宛名もそうですけど、あ、やりました今すぐやりましたんで、そう、メッセージも一人一人送れますので、ぜひぜひ私にメッセージをね送ってください。まあまずやっていくのでね、やっているのを見て、あちょっと欲しいなって思った方はぜひぜひ、そうよろしくお願いします。申し込みができるのでね、まだまだそう。テロップがまでがまってなってた。まで。よし。はい。まあみんなも見てね。私も僕もこれ欲しいなと思ったらぜひぜひ持ち込んでください。私のインスタのストーリーにリンク貼ってるのと、あとツイッターにもリンク貼ったので、ぜひぜひタイプ A とタイプ B が申し込みできますのでね、よろしくお願いします。ではやっていきましょう。集まってくれたかな。あ、はい、ということで早速いきたいと思います。はい、タイプ A を申し込んでくださった方からですよね。タイプ A から始まります。始まるのでタイプ A を申し込んでくれた皆さん、絶対に呼ばれたら見逃さないようにお願いいたします。よし、行きましょう。ぽよちゅんさん、ぽよちゅんさんから、メッセージいただいております。こんばんは。9枚目シングル発売おめでとうございます。20歳になって初めてのシングルですね。アザージャケットさんに届くのを楽しみにしてます。ありがとう。トヨチュン見てるかしら。今回はね、そう20歳になって初めてのシングルなので、今まではね10代のひなちゃんがね MV とかにも抑えられてましたが、20歳のひなちゃん、20歳のアザージャケット写真特別なものですね。これはまた逆にぜひぜひ受け取ってくださいませ。ペイチュンさんありがとう。はい、そして続いてがオレアさん。オレアさんはメッセージが来てたんですけれども、なんとコンプラ NG ということでそうなんですよ、今回ちゃんとチェックされて私の音に届いてるので、このメッセージはちょっとコンプラ違反だったということをお聞きしましたので、そうオレアさんは次の申し込む時、まあ今もまだ申し込めるのでぜひぜひコンプラ OK なことを書いてください。はい、悲しいです、ひなちゃんも読めないのはコンプラ NG じゃないものをぜひぜひまたメッセージに書いてね、届けてください。ありがとうね、でも申し込んでくれて、サインは届きますんでねはい、そうなんですよ、ちょっとあまりにもね、あ、変態さんだっていうことからのメッセージを読めないということになってます。はい、続いてカンズさん。あら、カンズさんはあれですね、メッセージなしで申し込んでくれてる。カンズさん、よいしょよいしょ、メッセージなしもねありがたいでございますよ。申し込んでくれるだけでもね嬉しいでございますからね。
そう、思い浮かばなかったのかな思い浮かばなかったのかな。ぜひぜひまた申し込むときはね、好きな層だけでもいいのでね、ちょっとメッセージつけてくれたひなちゃんも嬉しいでございます。はい、続いてがタコちゃん。ここでお便りを一通。ラジオネームタコちゃんはひなのものさんからひなちゃんこんばんは。いつも楽しくひなちゃんのお宅をしています。今日は仕事でこの配信が見れないかもしれないので、適当にタコちゃんのことを語って時間をつないでね。わら、ほなねー、ということでタコちゃんはあのラジオメッセージと勘違いしてらっしゃるかなまあそうですね、このラジオジャケットサイン会ね、こうやってお便りを読んでいるっていう感じがしてね、ちょっとラジオメッセージ感はあるかなと思いますね。はいなっちゃんありがとう。あ、ラジオネーム言ってもらいたかっただけでもいい感じにね、こうやってねラジオの雰囲気も出してね2倍楽しめますからでもタコちゃん見れたんですね、よかった。これでお仕事合間に来ているのかしら、終わったのかしら、お疲れ様ですいつもありがとうございます。続いてがみーくんです。あ、4月のお話し会楽しみですって。みーくん、4月のお話し会来てくれるんですね。それはひなも楽しみですよ、うん、みーくんはいつも4月のお話し会に来てくれるのかしら。4月はね、もうすごいいっぱいありますよ、お話し会土日で全てお話し会のレベルであるもんね、全部来てくれるのかもどうなんだろうか、待ってますよ、いっぱい来てくれるの、みーくんが。今日もありがとうね見れた涙、よかった、涙を拭いてハンカチ続いてあっこちゃん。ひなちゃんいつもいつもありがとう。もう今年はひなちゃんに会う予定たくさんだよ、20歳もおめでとうって、嬉しい。あっこちゃん、そう、こちらこそね、いつもありがとうございますですよ、本当に。今年会う約束いっぱいっていうのが書いてあるってことは、いっぱい会えるのかな、うん、嬉しいね。やっぱスケジュール予定表をね、ひなちゃんでいっぱい埋めてくれると、ひなちゃんもね、もう幸せになりますから、はい、ぜひぜひスケジュールをね、いっぱいこれからもひなちゃんで、ひなちゃんまみれにしてくれると嬉しいです。いつもありがとうだよ、二十歳もいっぱい会おうね続いてが赤ちゃん。衣装やば、白だねというそう、今回はね、衣装かわいいですよね、とっても。生地がね、いろんな生地が使ってあって豪華になってまして、それもね、もちろんとってもいいところなんですけど、そう、私は結構白色はね、最近ブームなんですよ。お洋服も白をね、結構集めているので、そう、なのでね、個人的にも嬉しいハマっている色が綺麗ですね。そう、本当に嬉しいということで、ぜひぜひ生でもね、いっぱい衣装を見れる機会があったらいいなと思います。赤ちゃん見に来てねそう、アザージキットがあと5分、あと5分の申し込みみたいなので、今ねこんな感じでやってるんですけれども、そう、お便りを読みつつね、語りつつ、うん、サインも書きつつなのでいっぱいね、こうお得感があると思いますので、ぜひぜひお待ちしてますよ。迷っている方ね、18時15分までに申し込んでね、忘れずに。そう、もうちょっとなんで急いで申し込んでください。うん、ということで続いていきましょうね。たかしさん、たかしさんもメッセージ書かずに送ってくれております。ひなちゃん、ひなちゃんのメッセージを考えてたら時間切れが起きたのか
赤字さん、ありがとうね、いつもちゃんとね、こうやってサインを届けますのでね、楽しみに待っててください。今回はなんと今回はなんとね、そう、ピンクですからね、かわいい、好き。あ、昨日もありがとう、書き添えましたマジか、やっぱ書き添えれてたんかいこそありがとうね。あの久しぶりにねリリースイベント昨日行ったんですけど、すごいね嬉しかった。何回もねループしてもらってくれてありがとうね。16人をさループするの結構大変そうだったから、うん、ありがとう、会えてよかったでございます。今日は可愛いねって吠えてくれるいつもさあ褒め褒め、しなちゃん褒め褒めさん。続いてが、アベリサーモンさん。会えない期間が長い分、ひなちゃんへの愛を貯めております。嬉しい。アベリサーモンさん。いっぱい、いっぱい溜まってきてるんじゃないですか？じゃあ、貯めた分は、いつ消費しててるんでしょうか？待ってますよ、本当にちゃんと会いに来ないとダメだぞ会えるの楽しみに待ってますから、うん、そう、ありがとう、もう一枚の書きそびれてますまた来てくれるんだ、今回はループしてくれるのに書きそびれてるんかい。じゃあコメントしてください、ぜひぜひショールームでのコメントでも OK キュンキュン好きなさって、キュンキュン、いや、無視しなそうだよそう、オンラインとかだったらね、いつでも会えるので、ぜひぜひ会いに来てください。会いないと寂しいですよ待ってます。続いてが、かつどしはぐれぴよさん。ひなちゃん、いつもありがとうぴよー、ということで、こちらこそありがとうだよー。よいしょよいしょ、昨日もね会いに来てくれて嬉しかったでございますお、いつもご心配だけど、きっと思いは語らなくて伝ってるかな、もちろん伝わってますよ。もう昨日もね、かわいいいちゃんと一緒にね会いに来てくれて、メンバーみちか、みちにひなちゃんカービィキャラが定着してるのって言われてそう、なちゃんはねカービィ好きなんですよ。カービィ好きで、まあでもモノマネもできるんですけど、でもあのそんなに定着してないかなと思ってるので、ぜひぜひ勝俊さんがね、ひなちゃんといえばカービィって広めてくれたら嬉しいなと思いますそう、ありがとうございます。こちらこそね、可愛かった、本当に。また2000人会いに来てね続いてが、ひら、ん？ひなかな、ありがとうさん。今日の朝ごはんはなーにー、ということで、よいしょ、今日のね、夜ごはん、あ、違う、間違えた朝ごはんやった今日の朝ごはんはですね、何食べたっけな、あ、そう、朝はね何も食べなくて、あの昼に食べるっていう行動をしたんですけど、そう、よくやるんですよ私それ。そう、今日はなので、あ、そう、あ、でも小腹が空いてまず一番最初に食べたのは、あのなんか糖質オフクッキーみたいなやつが家にあったので、それをあのあれしました、オーブンでちょっとチンして、ココアの湯がもぐもぐして、そう、ました。今日クッキー食べましたね、一番最初に食べたのお菓子やんって怒らんでください。はい、続いてリンパビーさん。大好きだよ政治の私に、今回も大好きだよということで、はい、なんかちょっと消されちゃってますけど
コンプラ違反だった方ウィンパディさんね、ありがとうございます。ひなもね大好きだよ。昨日来てくれんかったけど、あのお仲間さんがねすごいずっとこうやってやってくれました、ずっとして。そう面白い、うん、コンプラの G やっぱり食べてくさコンプラちょっとだけ NG でしたね。はい、かわいいアイコン変えた、なんかいこんなイチゴだったっけ、かわいいアイコン、なんかイチゴ好きだから食べちゃうぞ。モンゴモンゴ今日も大好きだよということで、今日は会えてよかった続いてカメラさん、ひなちゃん9枚目シングル発売と選抜入りおめでとう、ありがとう。またセンター抜擢目指して一緒に頑張るので、息をするたびにひなちゃんのことを思っているよ。嬉しい。ロマンチスト息をするたびにひなちゃんのことを思ってるよって、そんなセリフが浮かびますか。嬉しいな、なんだか。ひなも言いたい、誰かにカムロさんに言ったらいいか。ひなも息をするたびに神田さんのことを思っているよいい、そう一緒に頑張りましょうね、これからもね。ありがとう、すごい嬉しいわこのメッセージ、かっこいい惚れる惚れるセリフでしたね。はい、続いてがよしくんです。8枚シングル最初に聞いた時はなんか自然と涙が出てきたことを思い出し、今回9枚シングルの新曲を聴いた時はなんか胸がギュンとした感じがして、フルの MV を見てやっと胸を感じた答えが分かり、素敵な曲でした。これからも心に残る歌を歌ってくださいということで、ああ嬉しいですね。そう8枚目シングルはね、私も初めて聴いた時はこうなんか自然と涙が出るようなね歌詞だったり曲になってるんですけど、今回の曲は本当にねフルで聴いたらね、ますますそれが伝わってくると思うんですけど、なんかこう、なんか最終的にはすごい笑顔になれる曲というか、心が入る曲というか、本当にいい曲ですよね。もうよしくんにいっぱいこの曲が届いてて、心に響いててすごい嬉しいです。うん、たくさんの人にね届けられるように頑張りますよしくんもいっぱい聴いてね、これからもぜひぜひ、ありがとう、素敵なメッセージを。続いてセッキーさん、よいしょ、あ、よなだせちゃった、よなちゃん息をする心の部分にいたよ、すごくよかった、これからもテレビで息をする心たくさん披露できるといいね、楽しみにしてるよ。わあ嬉しい。そういい MV ですよね、なんかこうメンバーさんやぞやがね、こう息がしやすい環境に好きな人と出会ってなるっていうのがすごい伝わってくるというか、そう嬉しいですね。 MV ね、よかったって言ってくれるのもう100万再生超えてるくらいみんなが見てくれてるので、それもありがたいです。うん、たくさんねテレビが見えてもらえるように頑張りましょうし今回はね頑張りますよ、超えていけがテーマです。続いてがハンシーさん、20歳のひなちゃん一発目、今回も素敵なジャケット、また宝物が増えます、これからもいろんなひなちゃん見続けますのでよろしくお願いします、いつもありがとう。嬉しい、ハンシーさん、よいしょ。そうね、20歳のひなちゃん一発目のシングルですから、そう素敵なジャケットっていうの嬉しいです、そう言ってくれて。私も今回のジャケット、なんだかこうこの布布がこうパーッ
ってなりながら撮影してたんですけど、すごい素敵な撮影でした。なんか雰囲気が好きでした。うん、そう、いつもありがとう。いいねもありがとう。あ、昨日のね、そうツイートしてくれてて嬉しかったでございます。そう、ハッシュタグ企画ね、いいねしたの見つけれたバッチリ。そう、これからもね、そういろんなひなちゃん見てくれるということなのでね、まあ、いろんなひなちゃんね見てくれたら嬉しいでございます。はい、このジャケットにひなちゃんあれば今日のひなちゃんもいる。いろんなひなちゃんがいますこれからもね見てください。続いてがあんちゃん。ひな先生、遅くればせながら遅くればせながら合ってる20歳の誕生日おめでとうございます。さらなら5月役を応援しています。好きだぞーっていうことで、ありがとう、なんちゃん。いつになってもね、誕生日を言われたら嬉しいのね、私は。そう、嬉しいでございます。こうやってメッセージで伝えてくれて、なんちゃんありがとうございます。遅ればせながらね、また直接のね、お祝いしてくれると嬉しいでございますので、はい、なんちゃん、これからもね、二十歳の人ちゃんいてくね、もうずっと好きでいてください続いて、半蔵さん。あ、メッセージがない方が、半蔵さん、半蔵さんもね、いつもよいしょ、ずっと応援してくれてて嬉しいでございますよ。今回のジャケットもゲットしてくれて嬉しいです。届いたらね、ぜひ CD の一番前にひなちゃんをね置いてください。ちょっと出にくいちょっとペン交換をしたいと思います。はい、よし、ペン交換しましたそう、ありがとうね、半蔵さん。メッセージはなくとも思いは伝ってますよ続いて、おばちゃんです。いつも笑顔で癒してくれるひなちゃんが大好きです。これからもずっと一緒にいさせてね。息をする心、落ち込んだ時も勇気づけてくれるようなグッとくる歌詞でずっと聴けそうな曲ですね。嬉しい、ありがとう、おばちゃん。そう、今回のね、曲は本当にそう、笑顔になれる曲で、私も落ち込んでる時とかに聴こうかなって思ってます。うん、っていうか聞いてます私はあの人間なので、落ち込むんですよ、そういう時に。あの歌詞をね、刺さってますよ。そう、特にね、 D メロが好きですね。そう、大好き、本当に。うん、そう、ひなもね、本当にこれからはずっと一緒にしてねっていうのがすごい嬉しいでございます。もちろん、もちろんですもちろんですよ。あ、昨日めっちゃ可愛いでしたよって。そう、嬉しい。昨日もすごいね、目の前に一番前におってすごい伝わってよかったでございます。おばちゃんも、そう、16人のとこ一瞬だったかもしれませんが、お見送りもね、ありがとうございました嬉しい。そう、昨日も会えて今日も会えてありがとうね。続いてよ、お母さんです。可愛さに癒されています。応援してます。お母さん、嬉しい。癒されていますって言われるのすごい嬉しいです。私なんだかこう、私が癒せる存在なんだはい、嬉しい気持ちになります。これからも癒しますのでね、離れないでください続いてがすけさんです。365日毎日配信、年明けの3日間200通メール、月1開催の日のフェスと、いつも楽しい思い出をありがとう。悔しい思いをしても理想のアイドルでいようとするひなちゃんを少しでも伝えたい。王道アイドルソングで先輩たちへね、一緒に叶えようね。あー、
嬉しい、しけさん、ありがとう。そうね、本当になんかそうやって365日配信もだし、200通メールもだし、月1回戦のフライスもね、すごい頑張ってるなって、そう見てくれてる存在がいるっていうのは私もすごい頑張れるし、あまだまだ諦めずにやっていこうっていう気持ちになれるので、うん、すごい大切な存在でございますのでね、ぜひぜひこれからも一緒にね頑張っていきましょうありがとう。続いてがポンポンポンタさんです。ひなちゃんが可愛すぎて最近はひなちゃんを見るたびに鼻から赤い液体が出てしまう鼻血かな。そう、もちろんこの配信中もです、大丈夫このままでは僕の体中の水分がなくなってしまうのではないかと心配してますが、カラカラになるまでひなちゃんを応援しようと思いますポンポンポンタさん、だからなんか最近こうあんまりすごい見るってわけじゃなくなったのかな、あまりにも鼻血が出るからひなちゃんになかなか会えないっていうことかなそう、いや嬉しいよ、うん、そんなにも毎回ね赤い液体が出るぐらいね鼻から好きでいてくれるっていうのは嬉しいよねはい、まあ、ひなちゃんでね萌え死んだっていうのはいいかもしれません、幸せな、うん、幸せな生涯幸せだったって思えるんじゃないでしょうかあ、まだ水分残ってます。あ、じゃあね今も垂らしながら見てると思うんですけれどもね、はい、今日が最後にならないように輸血を大事にしていってくださいはいね、ちゃんとね血液も大事そして一生ね一緒にいましょう、はい、ということで続いてがポテト坂道生きがいさん、ピーオちゃんポテトでございます。あら、お話し会での企画の展開を楽しみにしてくれているピオの存在がポテトの日々の生きがいになっているよ。息を合わせながらピオを楽しませる心、ここはだを大切にこれからもピオとの時間を過ごしていきたい。わあ嬉しい、ありがとうございます。そう、なんかひなが喜ぶことがこのホテッドさんの生きがいっていうのがすごい嬉しいですね。私もそう、ホテッドさん含め皆さんがねこう笑顔になってくれることが生きがいなのでそう、一緒の思いなんだなと思って嬉しいでございます。うん、いっぱいこれからもねあのお互い笑い合えるような毎日を過ごしていきましょう。ありがとう。で続いてがティッティーティーさんメッセージないんですけど、あの名前どうした、うん、名前気になるぞ。ティッティーティーさんということでね、私がなんかエラー起こしてるみたいな違いますか、本当にピッピーティーさんですからね、はい不思議な名前ですこと、はい、まあまあまたあの顔見せてね、はい、メッセージを伝えてくれるのを楽しみにしておりますので、はい、ぜひぜひまたねお顔を見せてくださいピティーピーさん、ありがとう。続いてがビバさんです。ひなちゃん20歳おめでとう。ひなちゃんは本当にいいアイドルですね、大好きな、そうずっと応援してます、今年もよろしくお願いします。わー、ビバさんありがとう。ビバさんもねずっと本当にずっと応援してくれて嬉しいでございますよ。そう、本当にいいアイドルですねってそう、嬉しいな、なんかそう、ひなちゃんのこのアイドルっていうのを
すごい褒めてくれて嬉しい。また会えるの楽しみにしてるぬりまさん、大好きなスパよ。そう、今年もねよろしくね。20歳もいっぱい大人ひなちゃん見ててね。続いてた H ホテッドさんです。ひなちゃんへ ST ホテッドのセット目指して頑張ってください。ありがとう H さん。H さんももうずっとね応援してくれている方ですから、私もそうですね、期待に応えれるようにアイドル頑張りたいなってすごく思います、うん、H ホテッドさんのこれからも何だろう笑顔や支えに見てたらいいなと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。会いたいな、あんまり会いてないから会いましょうね。カフェアルタイム入ります。うまい。続いてが豊さんです。ひなちゃんサイン大切にするね。勉強する心すごく良かったよ。衣装も可愛い、ずっと女神推し。ダメだそう、嬉しい。女神推し、ちょっと豊かさんがひなちゃんの女神に見えているのか、嬉しいな。はい、これからも岩田ひな教をねぜひぜひ崇拝してください。あ、やったありがとう。昨日のリリーも楽しかった。ちゃんと楽しみに好きだぞって嬉しい。そう、昨日もね会いに来てくれて川崎までありがとうございました。もうリリーをね久しぶりの解散だった時もすごい一緒に過ごして嬉しかったです。たかさんチャットにももうすぐ来ますから。そう、めっちゃ楽しみです。久しぶりにそう会える方が結構いるっぽいので、やっぱねずっと広島でチャットにもこうやってたのでね、そうめっちゃ楽しみ。盛り上がっていこうね。声出しもできますし。続いてがソウルメイトさん、2枚です。初めてだ、なんか初めて2枚の人に出会った。嬉しい、初めてだ。あのソウルメイトさん2枚もありがとうございます。昨日もね来てくれてましたしね。あ、コメント読んでなかった、コメント読ませていただきますね。息をする心リリースおめでとう。すごくいい曲だから一人でも多くの人に聴いてもらえるといいなと思ってます。イエーイ、嬉しい。そう、私もねすごい初めて聴いた時からねいい曲だなっていうのを思っていて、そうだからね本当にねいろんな人にね聴いてもらえるようにね頑張ろうって思います。よいしょ、2枚もありがとうございます。で CD2 枚こうひなちゃんのソロ好き者っていうことですね。いいですね。そう、いいと思う。ソウルメイトさんね、昨日も今日もねありがとうございます。やっぱりそう、話し会の時もねすごいいつも思いをいっぱい伝えてくれてキュッてなります。そう、本当にいつもありがとうね、好きをいっぱい届けてくれて。頑張るね、その好きで。続いてが佐藤蓮優さん、お久しぶりです。シュガーロータスさんです。覚えてるよ、久しぶりだね。最近は仕事が忙しくてあまりたくさんのイベントに参加できてないけど、ずっとひなちゃんのことを一番に応援してます。これからもよろしくね。いやー嬉しい。嬉しいよ。なんかねやっぱ一人一人さ、その生活がある中でさ、こうやってひなちゃんを応援してるよっていうのを忘れてないっていうのがすごい嬉しいですし、そうちょっとでもねお仕事とか大変な時にねこうひなちゃんとか ST の曲を見て元気になってくれてたらいいなってすごい思います。そう、なかなか会えなくてもね
好きって思いはカルカラはずっと待っててね。あ、ありがとう、大切にするねって嬉しいよ本当に。お話し会の時とかもさ、すごいお仕事終わりでなんかこうなんていうんだこう道路かなやってくれてた時はよかったじゃん。だからすごい大変なんだろうなって思ってたからね、そう心配だったからよかった。今日は会えて頑張ってね、応援してますか。ひなたが一番。続いてが山崎さん。何も変わらない日常だったのにひなたを見つけて見つけられてしまったその日から僕の人生変わったよ。息をする心の歌詞じゃんありがとう、僕の天使様、こんなの素敵にならない方がおかしいって。いやー山崎さんはいつもこういうメッセージの時にすごいこうやって嬉しい喜ぶ言葉をくれるんですよ。そんなこと思ってたなってなるんですよ。いつも全然伝えてくれないんです、直接だとそう照れちゃうんだと思うんですけど、でもメッセージからね、あの好きが伝わってきて嬉しいです。はい、これからも山崎さんのあの天使様で言いますのでね、パタパタひなちゃんに見つかってしまったらもうね幸せになるしかないので、はい、これからも幸せになれーと思いながらはい、一緒に過ごしていきましょう。続いてが吉文さん。遅くなりましたが20歳のお誕生日と新曲のリリースおめでとうございます。新曲のおすすめポイントを教えてください。おー、そう、ありがとうね。いえいえ、もういつになってもね、誕生日お祝いは嬉しいですから。そう、しかも20歳ですからね、もういつでも祝ってほしい新曲のね、おすすめポイントはですね、そうだな、曲の歌詞だと、その D メロが本当に好きなんですよ。そう、息をするの呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで自分のペースでっていうところ本当に心に刺さるんですけど、他にもおすすめのポイントがあるとしたら、あ、やっぱ衣装ですかね、すごい可愛いので。そう、なんかテレビ番組とかにこう見た時にも、あ、会社だなーってすごい思いますさあ、ぜひぜひ聞いてください、たくさん。続いてがドゥーチェタカさん。コングラチュレーション、息をする心発売おめでとうございます。今回のアザージケットも大切にしますということで、ドゥーチェタカさんありがとうございます。そう、前回のも大切にしてるっていう感じの言い方かな、これは嬉しいな。そう、今回のね、アザージャケットも可愛いですよね、このピンクがかわちいそう、なんかあのメイクの感じもやってもらったので、いつもと違うと思うんですけど、そう、どうでしょうか。まあ、届いてからじっくり見てくださいあ、いつもありがとう、来週のお帰り楽しんでますって言ってくれて嬉しい、こちらこそいつもありがとうね。そう、来週はね、幕張ですから、めっちゃ楽しみ、直接会えるの、ワク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 いっぱい話しましょう、もう会えるっていうのがもう本当に嬉しい、出ます。続いてがスーさん。リミスタさんあると思いお待ちしてました。ひなさんのサイン楽しみにしてます。なんといってもソロジャケがまた良きなのですって。で、もうそう、私はそうリミスタね、さんで毎回このアザージャケットサインがあるんですけど、これいいよね。ひなもね、多分してるのオタクをやってたらゲットする。そう、だってソロジャケッシャーがさ、こう毎回みんなにあるってすごくないですか、普通に考えてだってさ、いつもこうそのセンターの子のソロジャケッシャーたまにあったりするけどさ、だいたいこうちょっと映ってるとかじゃ
同じぐらい写ってるとかだだから教えだけのものができるってすごい嬉しいですよね。うん、スーさんのね、後ろのひなちゃんをね、いっぱい見て飾ってね、いっぱい見れるようになるということで、はい、あ、仕事中なんですね。じゃあ、スーさんお仕事頑張ってお金が届いてね、後からニヤニヤして飾ってください続いて、ひろゆきさん、ひなちゃん23歳おめでとうございます。センターの夢応援しています。ありがとう、ひろゆきさん。ね、ひろゆきさんもいつも応援してくれてすごい優しい、嬉しいね。一緒にね、叶えたい、ひなちゃんもいっぱい叶えたい、うん、ひろゆきさんと一緒に大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。あの、顔映ってなかったんで、胴体だったんで、ね、そうさあ、あとひろゆきさんは多分あまり気にしてないよねそう、いや、息をする心が優先流れてたよって嘘嬉しいありがとう、とてもいい曲やね、わかり楽しみですって、ありがとう、ひろゆきさん、わかりも会えるんだね、めっちゃ嬉しい、もう楽しみだよ、いやもちゅっちゅっちゅそう、ゆうせんさんもさ、ツイートしてくれてたんですよ。あの、ゆうせんさんのツイッターがあるんですけど、すごい嬉しかったです。そう、これからはね、いろんなところでぜひ聞けたら教えてください。もうひなちゃんに嬉しいので、はい、ゆうせんさんにもぜひぜひリクエストをね、送ってってね。続いてが、ひろてさんです。ひなちゃんが20歳のうちにセンターゲットするよう応援し続けます。嬉しい、ひろてさん。そう、20歳っていうね、この特別な年にね、私も夢を叶えたいなってすごい思いますのでね、ぜひぜひずっと応援してくれると嬉しいですそう、ひろてさんの応援が本当にね、大きいですよ、一人一人のファンの方のような。なのでね、これからも一緒におりましょう、頑張ろう。続いて、遠藤さんです。あら、メッセージが書いてらっしゃ、ちょっと落ちる、そう、書いてらっしゃらないけれども、あの、遠藤さんかな、ありがとうね、今回も申し込んでくれて、遠藤さんそう、メッセージがなくてもね、いつもオンライン話し会もすごい毎回来てくれるし、すごいたくさん元気をもらっていますので、いっぱいひなちゃんもお返しできたらなっていつも思ってます。そう、すごいすごい嬉しい、いっぱい会えるのキャナイ、ありがとう、大好きだよ。続いて、イサオさん、ひなちゃんいつも応援しています。公演やコンサートでもとても輝いていて、何よりひなちゃんの笑顔が大好きです。嬉しい、これからも体に気をつけて頑張ってね。山が BLT とても良かったです。お話し会もまた参加しますね。わーい、わーわーい、嬉しい、ありがとう、いさおさん。そう、私なんか公演とかコンサートですごい輝いてるねって言われるのすごい嬉しいですよ。私歌って踊るっていうのが本当に大好きなのでそこを褒められると照れます。はい、そしてね、そう、山ヶ瀬 BLT さんにもね、そう、見てくれてるのかな、ヤンマガさんは。ぜひぜひ延長してね毎日見てほしい。そう、あ、そうなんですよ、リツイートするの教えてたんですけど、無料のポイントで、そう、ランキングに私乗ってたので、そう、すごい嬉しかったな。有料のね、ランキングにもまた中間発表があると思うので、
乗れるよう頑張りたいのでね、ぜひぜひいっぱい見てね。 BLT さんもね、発売日が決まったらまたお知らせしますのでお楽しみに。続いてがのりともさん。ひなさんも20歳、初期から応援してるから感激深い、これからもずっと応援しますね。ありがとう。そう、のりともさんね、本当に初期から応援してくれてるから、うん、そう、大人になったかしらそうね、やっぱのりともさんにこう大人になったねとか言われたらちょっとキュンとしちゃいますよそう、ひなちゃんってのりともさん、そう、やっぱね、ずっと一緒にいる、いてくれるっていうのは本当になんかもう愛がね、深い愛が深いよ大人ピョン、嬉しい。そう、大人ピョンですよ。今日も大人っぽいんですよ初めてこういうことやってると子供っぽいとか出るんですよ。そう、だから私大人っぽいねって言われても、そんなことないですよって言える人になりたいです。はい、続いてがハマカッちゃん。20歳になって最初のシングル、これからも音のひなさんいっぱい応援します、頑張ってね。あー、ありがとうハマカちゃん。そう、これからもね応援してるっていうのがすごい嬉しい。いっぱい応援してくれるのか、いっぱい見てくれるってことだな、すごい嬉しいです。そう、20歳のひなちゃんもね、もう飽きさせないのでね、ハマカちゃんのこと、これからも好きーって思わせるので、ぜひぜひいっぱい応援しててね。続いてが山本康隆さん。いつも楽しい時間ありがとう、またお話し会でいろいろ話しましょう、楽しみにしていてね、ありがとう。いや、ひなもね、一緒に楽しい時間が過ごせるってのすごい、すごく嬉しいですよ、本当にね。よいしょ、なんかお話し会もあって話したいからね、いなちゃんも来てくれるってね、すごい嬉しいです。安高さんのこと、いつもどんな時も私は思っておりますので絶対会おうね、待ってるよありがとうございます。こちらこそ、もうとてもとても好きな子そう、本当に楽しいからね、会えてると、嬉しい。続いて長谷由伸さん。なちゃん大好きだよっていうか、マジこれからもよろしくね嬉しい。そう、なんか吉野部さんもね、ずっと応援してくれてる方で、くしゃみが出そう見落としたけど出なかった。そう、長吉野部さんね、ずっと応援してくれてる方で、お話し会もね、いつも会いに来ているんですよ。そう、ひなちゃんもね、あ、大好きだよ、ありがとうって、ひなちゃんも大好きだよそう、本当にいっぱい愛をくれて嬉しいな、うん、いっぱいこれからもひなちゃんといてねそう、ひなちゃんが、ひなちゃんが、チリになるまで言ってくれる続いてが、ほんとひなきちゃんです。ひなちゃんいつもありがとうでしょ、辛い時があってもひなちゃんが頑張っているから自分も頑張ろうと思ってます。ひなちゃんに救われてます、ひなちゃん自分の天使です、ありがとう、いやー嬉しいな、ほんとひなきちゃんの天使になれてたの、ひなちゃんってそう、こちらこそね、ありがとうでしょですから、そう、そう、
当にレキちゃんも本当にいつも頑張ってて偉いですよ、本当にそう、いつも頑張ってて偉いのに、こうやってひなちゃんのことをこう頑張ってるから応援するみたいな、すごいもう偉すぎるうん、あ、命を置いてくれて幸せだし、何の前にどっぷり使ってます、出られないもうこんなひなきちゃんも出られないの、確かに、うん、またひなきちゃんもどれだけ頑張っても出れないと思いますそう、でも出ないでほしい、うん、これからも出ちゃダメじゃあ本当に天使です、嬉しい嬉しい、ありがとうね、またいっぱい会おうね。続いて、なりひろさん、うん、あ、コメント読んでなりひろさん、あ、コメントがなかったなりひろさん、ありがとうございます。そう、すごい嬉しいでございますよ、うん、なんかもう本当にコメントがなくてもね、こうやってひなちゃんのあのジャケットサインくん申し込んでくれてるだけでもひなちゃんにとってはもう大好きって感じですからまたね、会えるのも楽しみにしてます、ありがとう。出ないです出ちゃダメだからね出ないです。続いてが、ピロニタルさん、この前の3年ぶりの広島のリリースイベントはミニライブとお話し会があったのでかなり楽しかったです、いつかは壁なしだといいですねということでね。でもこの前でもさ、やつ壁もなんかないぐらいの近さというか、そうね、全然あれを感じなかったんですよ、壁をそうね、でもあのまたね、今後さ、どん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 ね、その一番最初の頃みたいなね、環境に戻っていくんじゃないかなっていうのすごい感じます、最近本当にね。あ、サインありがとうございます。今日の服リボンついてかわいいです、嬉しいそう、今日リボンついてるのかわいいでしょ、今日はこういう形のワンピースになってるんですけど、そう、ちょっとまた載せますリボンかわいいでしょ、うんうん、そう、これ初めて来ました今日、はい、初だしうん、ね、あ、でもまた会えたらいいね、ピラリタルさん続いて、りょうへいさん、あ、りょうへいさんもメッセージがないですが、ありがとうございますよ、よいしょよいしょ、えへいさん、ありがとうそう、なかなかね、こう、うん、メッセージを伝えるのって難しいのかもしれないんですけど、私はもういつでも受け取りますんでてか受け取ってますんで、ついにいっぱい愛をね、これからもみなちゃんに送っててください、ありがとう。続いてが、アッキーさん、息をする心は何度も聴くと印象が違ってくる、不思議でとてもワクワクする曲に思います、早速サブスクで音源入手して通勤時に流しています。 DV でもフォーメーションダンスで振り付けも印象的です、また歌詞についてだったりいろいろお話しさせてください嬉しい。そうなんですよ、この曲ね、そう、なんかこう何度も聴いていくうちに、あ、これにはこういう意味があるのかなとか、あ、この時のこの歌詞の主人公、あ、こう思ってるのかなみたいな、なんかそれ刺さる部分が違ってくる歌詞だなっていうの、私もすごい思っております。え、今日1回リピートしましたって嬉しいね、ニュースしてくれたみたいなの、サブスクでも何回も聞いてくれてると思うんですけど、もういっぱいリピートしてね、もう
そう、絶対ピーピーさん大好きになってね、もうカラオケでも歌えるようになっちゃってくださいそうね、そのダンスもね、そう MV 公開されてるので、そちらもぜひぜひ見てほしいですし、これからもそう歌詞についてもねお話ししようね、一緒に。ありがとう。続いてが秋葉先輩です。当日は仕事で見れないけどサインが届くの楽しみしてるよって、秋葉先輩ありがとう。秋葉先輩嬉しいよ、見れなくても申し込んでくれてありがとうね。頑張ってるのかな、何かを今応援しておるよ。とっても秋葉先輩のこと、うん、頑張れ頑張れ頑張れっていう気持ちでございます。そう、ありがとうね、いつもあんたに応援してくれて、うん、そういえば最近秋葉に行ってあれをしましたよ、息を吸う心を披露させていただいたんですけど、やっぱ秋葉いいですね、うん、あの一人で旅行しに行きたいと思いましたそう、あ、TV ミルク的カラオケも行きますもう行けてたあ、そろそろ足金だからラジコプレミアムそう、今日足金がね、あのラジオラジコで聴けるので、ぜひね聞いてみてください続いてが、バマちゃんです。あ、これひなちゃんのおばあちゃんかも。ひなちゃんの思う道を、いつも笑っていられる道を一歩一歩進んでいってね、ひなちゃんはまだまだこれからだ。これひなのママだ、おばあちゃん、おばあちゃんそうこれひなのおばあちゃんです、ママちゃんは。そう、今回もあの申し込むって言ってました前回も申し込んでたんですけど、ママちゃん、そう、ババちゃんそう、二十歳のね、生誕祭も書いてくれたおばあちゃんですババちゃん似てるそうなのよ、二十歳の生誕祭の時にすごいね、感動的だったってね、ファンの方からすごい言われましたよ、お話し会とかでも。そうそうなの、ババちゃんのかもね、ひなちゃんも大好きで、そう、ババちゃんもすごいね、いつも愛を送ってくれて、あ、このワンピースくれたのもババちゃんですそう、お洋服もね、いつも送ってくれるんですね、かわいいの。そう、先日も届きましたもん、渡します、あまあまです、ババちゃん、ひなちゃんに。お手紙には泣かされ泣けるよね、ひなも泣いたわ。続いてひでっちさん、山口からいつも応援してるよ、頑張ってね。山口からありがとう、ひでっちさん。うん、そう、山口ね、こないだ久しぶりに新山口駅で降りてエモいっていう気持ちになりました。そう、いつもはね、あのネキズテレビだと徳山駅で降りるんですよ、だからなんか新山口駅に降りるとエモい気持ちになりますそう、なんか徳山駅よりも全然何かあるってわけじゃないんですけど、あのパン屋さんがあるってだけなんですけどエモいんですよ、それが。そう、あ、ひでちさんがありがとうって言ってくれて、そう、またね、山口でお仕事したいので、うん、ぜひぜひ来れそうな時は来てください続いてムーランさん、改めてシングル選抜と二十歳おめでとうだよ、これからもずっと好きだぞ、嬉しい。ムーランさん、ムーランさんもね、本当にずっと好きでいてくれて嬉しいな。うん、そう、シングル選抜もね、9枚目ですけど、ずっとね、選抜入りさせていただいて、こうやっていっぱい皆さんに愛を届けれて嬉しいでございます
つもいっぱい頑張っていくのでね、応援してたね、まあ、ずっと一緒にいてくれるみたいなもんで、まあ、ずっと一緒にいましょう。続いてのりしおさん、やっぱ岩田ひなちゃんやな、いつもありがとう、いつも新しい一面を見せてくれて、しかも期待を超えてくるひなちゃんこそ超えて行けにぴったりの人です。これからもひなたもすぞ、嬉しい、のりしおさんありがとう。ひなもね、今回のテーマ超えて行けなんですけど、ひなもなんか去年の自分を超えて行けっていう気持ちでいつも頑張ってるんですよ。ていうかその1分1秒で超えて行きたいっていう気持ちで頑張ってるんですよ。本当にだって一人一人のこういうあのジャケットサイン会でも、もうなんかもっといいこと言えるそう、常にそう自分を超えていきたい人なので、そう、その思いがね伝わっててよかったです、のりしおさんにやっほーって、やっほー、ありがとうね、うん、そう一緒に超えていきましょう。さすがひなちゃんにサブ隊長ありがとうございます、サブパンもらいました。続いてがメタボさん、いまだにニコ、ひなちゃんの写真集が大事な宝物です、かわいいって、嬉しい。そう、私もね、あの写真集のイベントがしたいんですよ。そう、本当にいまだにいまだにね、やっぱ私の宝物で大切な一枚なので、叶えれるように本当に頑張ろうって、うん、何回もお願いする、私はそう、やりたいから、うん、そう、こうやってなんか名前入りのサインのあのお渡し会みたいなのやりたいの、頑張る、よいしょ。そう、まあ宝物にしてくれて嬉しい。うん、あー、足金始まったって、ほら足金もキーノラ2窓でありがとうね、おいしい。続いてが誠一郎さんです、わーい、ひなちゃんのサインだー、またお宝が増えましたわー、感謝感激。それにしてもやっぱり今日もかわいいの、いつもおいらをニコニコさせてくれてありがとう面白いなぁ、さゆいちろうさんはね、もう存在が面白いですから、はい、ひなもね、いつも笑顔にさせてくれてありがとうって言いたい、うんさあ、今回もお宝にしてくれるみたいなのでね、ぜひぜひお宝ですから、本当にこちらの商品お宝になってるんで、丁重に扱っていただいてねさあ、またね、さあ、会いましょうね、お話し会も本当に面白くて楽しいみたいね、いつも可愛いのって言ってくれるし、うん、大好きです、甘くて、ひなちゃんに続いて、こうじさん、いつも楽しく見させてもらってます、アイドル曲のセンターで綺麗を応援してます、こうじさんありがとうね。そう、本当にね、アイドルソングやりたい、私も。そう、そのためにもね、いろんなことを頑張りたいって思いますし、いろんなチャンスを自分のものにできたらいいなって思ってるから、おじさんの応援も必要なのでね一緒に頑張ろうね、ありがとう、いつもありがとうございます、こちらこそありがとう、大事にします、緊張してうまく喋れないけどそんなことないよ、思い伝わってますよ、いつもおじさん、そう、でも可愛い、いつもドキドキしてるっていうのが伝わってくる、なんかこうそう、ドキドキしてるけど頑張ってるみたいな伝わってきて愛おしいです、おじさん、はい、いっぱい喋ってね、ひなちゃんに慣れてくださいお友達になりましょう。
続いてまいさん、まだ新規ですがひなちゃんにいつも元気をもらってます。かっこ写真集買いました、大好きですって嬉しい。まいさんありがとう。じゃあ今回初めてのアザージャケットサイン会なのかな、まだ新規さんということで嬉しいね、ゲットしてくれて、うーん大好きだよひなもさあなんかこう初めてね好きになって、そうこうやってアザージャケットサインに申し込んで写真集も買ってすごい嬉しい。うん、なんかどれもそうまいさんにとって大切なものになったらいいなって思いますそうこれからもねいっぱいひなちゃんにハマっていってください、うん、あ、言われてないや。続いてまこっとさん、選抜おめでとうございます。忙しくてなかなかコンサートにも行けませんが埼玉から応援しています。わー埼玉県から、まことさんありがとう。ねえ瀬戸内はちょっと遠いですからなかなかね6周年コンサートとかもね行けないかもしれませんが、でもねやっぱ私たちが会いに行くっていう時もあると思うのでその時はもうぜひぜひ会えたらいいなと思います。うん、まことさん遠くてもね、こう私はいつでも遠くまでパワーを送ってるのでいっぱいあの受け取っていってください。続いてがドリン、あ、違う、ザッキーさんです。先日ひなちゃんとの出会いから6年が経ったけどこの先もずっとひなちゃんだけを愛する気持ちに嘘はないし俺の全てで愛し続けます。俺にとってひなちゃんは唯一の推しで一番愛している大切な人です。最近周りの人がいろんな勧誘するんだけどどう思う？はい、ありがとうございます、ザッキーさん。え、そうだよ、本当にね、6年っていうのってさ、すごいじゃん、もうなんか昨日6年も好きなものなんだろうと思ったら、なんか、わかんないもんそう、だから本当に、もうすごいし、嬉しい、うん、大好きだよっていう感じの気持ちなんですけど、そうですね、やっぱりね勧誘するのは良くないと思う、うん、そう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 勧誘するのは良くないと思う、うん、でもそれにまんまと乗らない自分っていうのがやっぱかっこいいなって思いますねあ、東京例のフォローの件は漢字を使わせてもらっているから仕方なくってそうだね、だからと言ってなんか別にいいのかな、別に好きとかいう感情はゼロっていうことだよねそう、いや、よくないですよ、本当に。そう、だからどんなにね、勧誘されてもね、負けない、うん、めげない、そういうね、人でいてくれたのも、私は嬉しいです。ひなだけのザッキーそう、ひなだけのザッキー、そう、いてください。負けない、あ、嬉しい。負けないでください、これからも。嘘をついちゃダメですよ続いてが、ドリーさん、ヤンちゃんヤッホー、約1年ぶりのシングルリリースおめでとう。今回もジャケットさんやって嬉しいよ、ニコ。今作のジャケット写真も最高やし、日に日に美女がマシマシになってまわしそう嬉しい。大人いひなちゃんも応援していくのでよろしくやで、嬉しい。ありがとうドリーさん。そう、やっぱね、やっぱ日に日にね、大人可愛くひなちゃんになっていくので、ね、このジャケットをもう超えていけって感じで、次回はねまだね、ちょっと可愛いひなちゃん見れると思うんですけど、今回ゲットしてくれてありがとうございます。さあ、アサスのサインは文字に色気が立ちのジャケットサインよもうなんか艶やかな、もう文字とかにもなってるかもしれないですしそうそうそう、もうこれからはね、ぜひぜひたくさんね、はい、チケットサイン集めていってください。あ、昨日ありがとうね、昨日もあのみんなで連番してね、スケブ出してたのにすごいファンの
ファンの方じゃなかったメンバーからはね、あのなんだこれだと言われておりましたけど、ひなちゃんはあの楽しいのでオッケーです。こちらこそありがとう。続いてがまもっちんさん。ひなちゃんドラフトの時かな、応援してる、好きだそうって、うわー嬉しい。最近ね、あのドラフトで一緒だった SKE のまやちゃんとまやさんと一緒にねお仕事できたんですけど、そうすごいね、やっぱ大人になっておられて、そう綺麗になっておられて、私もね大人になって綺麗になったかなってどうだろうかって思いました。どうですかマッチンさん続いてあきらひなたんさん、お2枚ありがとう。2枚なのにコメントが書かれていませんが、来れてもないかな、いっぱいね2枚も申し込んでくれてるの嬉しいよ、ありがとうね。そうあきらさんもすごいね、毎回毎回会うたびにねひなちゃんキュンキュンさせてくる、そうなんかまあ好きだよっていうのがすごく伝わって安心する存在なので、これからもあのひなちゃんのね精神安定剤としていてくれると嬉しいでございます。クシュちゃんのねグッズをいっぱい送ってくれて、もうクシュちゃんがあのすごいねガリ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 してますけど、そうお布団とかもねクシュちゃんがもうゴロ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 してるので、はい、チボシで汚したりしてますけどそう買い替えレベルも大変なのでね、もう助けてくれてありがとうございます。育児一緒に頑張りましょうクシュちゃんの、はい、ということで続いて2枚もありがとうね。続いてがあきさん、ひなちゃんおつぴよー、新曲の歌詞が好き好き好きなそうってなる感じですよって嬉しい。やっぱねこの歌詞はね好きだーって言って好きという言葉が出てくる何度もっていうところが私もねすごいってなります好きだ好きだって気持ちが私もなるので、何回もね好き好き好きなそうな気持ちにねこの曲聴いてなってくれたら嬉しいなって思います。好き好き好きなそうって言ってくれたらなんだよ昨日もね見てくれたかな、ユーザーのこといっぱい見てくれたかなありがとうね。続いてが田辺ゆうじさん、頑張れひなちゃん、負けるなひなちゃん、夢はきっと叶う、ありがとう。なんか応援団長に応援されたぐらいの気持ちを感じているよゆうじさんから。嬉しいな、こんなにもまっすぐに応援してくれる人がいて私はもう幸せです。うん、よいしょ。ね、ひなちゃんも頑張り、ひなちゃん負けるな、ひなちゃん夢はきっと叶うという気持ちを持ってね毎日頑張っていこうと思いますありがとうゆうじさん、熱い気持ちを持って応援してくれてすごい嬉しい。続いてがつねちゃん、いつも応援しています、好きなファンっていう顔文字、うん、はい、つねちゃんありがとうね、こちらこそなんかあの好きだそうっていう言葉は私ずっと使ってるんですけど、なんかファンの人に何回言われても嬉しいのねつねちゃんはね、これからもいっぱい好きだそうってひなに言ってね。ひなはもう1億回ぐらい言ってると思うんですけど、つねちゃんもね負けずに、そう1億回ぐらい目指して好きなさに伝えてください。続いてがクラゲさんです。
お、クラゲさんはメッセージが書いておりませんか。ありがとうね。よいしょ。クラゲさん、クラゲさんね、この間会えることができて嬉しかったです。会えてね、遠くからなのに会いに来てくれて本当にありがとうね。これからも愛をいっぱい送るのでクラゲさん届けって思ってます。ありがとう、本当にまた会おうね。続いて大阪 LNC さん、すごいなんかメッセージが、またいい楽曲で嬉しい、吸って吐いて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 、何個書いとるん大阪さん。大阪さん、あのこれ途中でもうコピペした、吸って吐いてコピペしたんかってぐらい書いてありますけど、吸って吐いてがお気に入りなんでしょうか。はい、大阪さんのお気に入り楽曲になったならよかったでございます。そう、やっぱ深呼吸は大事なのでね、血の巡りも上げくなりますし、はい、たくさんね吸って吐いて。そう、コンプラはギリギリいきました。よかったね。そう、吸って吐いてパートを聞くために何回かお気に入りしてました。実はしてないのが昨日が初。じゃあもう吸って吐いて生で聞けたーと思ってたんじゃない。吸って吐いてのとこだよね。そこ大好きなんだ。嬉しいね、何百回も聞いてね、これからも。そう、エスティーズのライブもね入れてよかった。そう、昨日行ってくれてね嬉しかったよ。わーってなったもん。そう、2回ぐらい会えたよね昨日。そう、びっくりびっくり。またねライブも会いに来てください。楽しかったかな。続いてカズさん、20歳の目標の絶対できると信じています。ずっとずっと応援していくよ、好きな音、ありがとう。そう、前回のあの写真集を出したいっていう目標はあの皆さんと一緒にね叶うことができたので、今回のアイドルソングで先輩に絶対って叶えていきたいですね、一緒に。すごいみんなが一緒に叶えようねって言ってくれて嬉しい。そう、一緒にね叶えたらいいね、頑張ろう。そうか、さんもいつも応援してくれて本当にありがとうね。愛がいつも伝わってきます。続いてサトシさん、エスティーズを最近知ってひなちゃんのことを見つけました。今回の白い衣装めちゃめちゃ似合ってます。なんか関東のイベントがあったら絶対行くねって、嬉しい。最近知ってくれたの、ありがとう。こうやってアザージャケットも申し込んでくれてめちゃめちゃ嬉しいですね、本当に。そう、白い衣装もね可愛いよね。ぜひぜひ生でも見に来てくださいよ。待ってるよ、サトシさんのこと。そうね、見つけましたってことは一番最初に可愛いと思ってくれたってことかな。そう、ずっと一番って言ってね。続いてだいちゃん、ひなちゃん選抜おめでとう、あと20歳おめでとう、20歳のひなちゃんも全力で応援するよ、大好きな、そうということで、だいちゃんありがとう。で、ね、今回も20歳の初のシングルで、そう、こうやってね皆さんにたくさん披露できるすごい嬉しいでございます。うん、20歳のひなちゃんはねもう大ちゃんの応援にいっぱい応えていくので、これからもよろしくね。お、最大女性さんに大好きな層って来てます。
ありがとう。みんなも大好きなそばよ、ね、もう愛いっぱい。続いてが小麦さん。あ、コメントがない。小麦さんかわいい。ここまではセーフだね。小麦さん、確かにこの後の私読めないわ。よいしょ、小麦さんありがとう。コメントも書いてなかったけど、毎日読んでくれるだけで本当に嬉しいし、ありがたいのでね、いっぱいいっぱい届いたらね、めでてあげてください。あ、みっちゃん届いた。よし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 。じゃあぜひぜひ小麦さんやってきてください。うん、いっぱい愛を。ひなちゃんでこいつね。ひなもいっぱい送ります。小麦さんにいつもありがとう。あ、今仕事って帰ってきたの。よかったね、本当に。よかったね、入れて。うん、運命だね。続いてかずきさん。新曲サブスク先行配信で毎日聴いてるよ。当日は見れないと思うけど届くの楽しみにしてるね。わあ、ありがとう。先行で毎日聴いてくれてるってことは結構お気に入りソングだったしね、えいい曲だなって思ってくれたってことだよね。これはすごい嬉しいな。そう、見れないのに。あ、見れたの？嬉しい。帰宅中でなんとか見れたって。よかった。4回目くらいなんで。かずきくん、めっちゃ嬉しい。ありがとう。帰宅中、お仕事疲れたわ。よかった、見れて。なんかみんな間に合ってるみたいでよかったですね。ちょっとさっきの方もそうだったので。そうね、いっぱいいっぱいいっぱい聞いてね、これからも。かずきくんね、ひなも大好き。毎日聞いてるよ、ひなも。お仕事でお仕事で毎日聞いてるんだけど、今のところ。そう、続いて台湾の呉さん。先月の広島ありがとう。今度は山口に行って聖地巡礼したい。水泳で行こうかな。あ、6月は大阪でよろしくね。台湾から山口へ水泳で行くのはちょっと難しいかなと思うんですけど、もうムキムキモッチョの方でも難しいかなと思うので。そう、無理せずね、はい、安全第一に会いに来てください。あ、仕事終わった。台湾の子さんもよかった、見に来れてね。そう、山口もね、来たいって言って思ってくれて嬉しいよ。そう、写真集のね、聖地巡礼ぜひしてね。いいとこだから。うん、お仕事お疲れ様です。ありがとうね、こちらこそ。いつも応援してくれて大好きだよ。せいせい。オッケーオッケー、よかった。続いて石丸さん。ライジングホールのコラボ T シャツ大切に着てます。頑張ってください、応援してます。嬉しい。結構ね、前に出したんですよ、ライジングホールのナソティは。そう、でもね、未だにね、結構ね、大切にね、着てくれてること多いくて、すごい嬉しいです。私が初めてなんかこう、なんだろう、こう、なんだ、なんていうんだ、違うところからとコラボしてできたものなので、そう、とっても嬉しい。ライジングホールでもね、ライブしたい、また。うん。でっかいサインがあって、思い入れの地なのに、ね、やっぱライジングホールはね、いっぱいこれからも来てあげてください、破れるまで。続いてが黒パンダさんです。最近忙しくてイベントなど会いに行けなくてごめんなさい。罹患は6周年コンサートにはカメコで参戦するので楽しみです。これからも皆さんのことが好きなぞ、ということで。カメコで参戦してくれるんですか、黒パンダさん。めっちゃ嬉しいぞ、それは。そう、今回カメコ席があるということで、
このパンダさんのこと見つけたらもういっぱいレッスン送るね。こうやって撮りたいな。パンダポーズしてね。そうでも嬉しいね。そうイベントで行けなくてもね、もうちょっとして会えるといいぞって。ドキドキしてますよね、ちゃま。楽しい。続いてがスターフラッシュさんです。いつも元気をくれてありがとうということで、こちらこそありがとう。いっぱいねスターフラッシュさんにね元気もらってますから、こちらこそですよ本当に。そういつもね本当にどんな時も応援してくれてありがとうね。ゆうちゃんはもうスターフラッシュさんのまかさん大好きですから、はい、これからも見ててください。あら、昨日ありがとう、サンキューやねーって。ね、こちらこそ来てくれて嬉しかったわー、あまり今野球やってるのに。野球好きな人は今野球で忙しいのに会いに来てくれてありがとうね。サンキューやで。続いて加藤さん、ひなちゃんの息で僕は生きられます。それが僕の心。どうも息研究会の僕です。久しぶりのあざあざ加藤さんにワクワクしながら配信楽しみに見ています。かっこ予定。これからも息の長い STU、 そして岩田ひなちゃんを応援していきます。いつもありがとう。やん、ちょっとなんかひなちゃんの息で僕は生きられますっていうのがあのちょっと気になるんですけど、いつの間にか私の息回収されてたのかみたいな。そう、私の息いつの間にか加藤さんのところに入れたかなみたいな。昨日の起きちゃうみたいな、そう。あ、今日ネット読んでくれてありがとう。そう、ネットコメ好きですよ私。はい、そう、ありがとうございます、こちらこそ。ね、本当面白いわ、うん、これからもね、やっぱひながないと生きていけられないっていうことなので、いっぱい息を送ってあげたいなと。続いて徳島のひーくん、仕事が忙しくてなかなかイベント行けないけど、ひなちゃんのこと毎日考えてるよ。これからも大好きな、おしめんなさん。嬉しい。そう、お仕事ね忙しい中応援してくれてありがとうね。ずっとひなもずっと好きな人ですから、本当におしめんにしてくれてね、幸せですよ。ひなちゃんはひーくんのおしめんで毎日、これからもひなちゃんのことで20時間頭の中いっぱいにしててください。ありがとうって言ってくれてる。ありがとうね、やっぱり。でも会えたら嬉しいな。あ、大好きだぞ、ナンパよ、会おうね。続いてケインチさん、6周年コンサートチケット取ったよ、ひなちゃんに会えるの楽しみです。ケインチさんありがとう、チケット取ってくれて嬉しい。いつのやつに来るのかな、6周年コンサート。よければそれも教えてくれたらね、見つけれるかもしれないので。教えてね、楽しもうね、6周年。もうとっても毎周年コンサート楽しいんですけど、やっぱ楽しいだね、うん。続いてがジェットワンさん、今週は東京でのリリースイベントや公演などで実際に生でお会いできるのが楽しみです。お、会えたね。再開ししている時間はまだ仕事中なのですが、こっそりと見ながら参加します。届くのが楽しみです。あら、いるのかな、 いらっしゃるいらっしゃるかな、お仕事忙しい中ね。
ありがとうございますよ、来てくれて。そう、昨日もね、お会いできて嬉しかったですし、お主会をね、会えたしね、いっぱい会えてますよ、最近は。いっぱい皆さんに好きを届けに来てくれてありがとうね。あ、仕事中ですが、ご参加してますって。あ、よかった、入れてて内緒だ、秘密の社内恋愛中昨日のマラソンの川崎を着きました。そのイベント参加で2階から見てました。おー、2階からね、見てくれてた、ありがとう。そう、嬉しいわ、川崎楽しかったかしら。うん、でもね、ちゃんと気づきましたから私にちょっと遊んだって思いましたからねさあ、よかった。うっ、16人揃っての生パフォーマンスへって感じ、嬉しい。これからもぜひぜひライブ見に来てください。うん、あー、よかった。そう、目を離さずぜひ夏いっぱい見てください。あ、あ、ね、そうね、そう、お見送りもね、16人はもうレアなのでそう、いい経験だったんじゃないかなと思います。手尽くしで楽しようです、よかった。え、そうなの、竹芝も待ってるね、いっぱい来てくれてありがとうね、楽しみだ。うまっ、続いてミクシーちゃん、今日もひなちゃんが好き、明日も好き、明後日も好きだよ、ひなちゃんは永遠に好きだよ言うのも当たり前だからね、永遠に好きだからいいのかな。うん、やっぱ負けられないかな、そこはさあ、ありがとう、好きって言って書いてる、嬉しい、のも好きそう、幸せ。ミクシーちゃんがもう好きでいてくれてるって、その事実嬉しい、幸せですそう、でもさっき浮気してるでしょ、やつ知ってるんだからね、やだ、ひなちゃん意外のとこ行かないで束縛はい、ありがとう。続いてが、いちもちさんまじさん、こんばんは、就活生です。就活で避けては通れない自己分析、自分の性格や自己 PR を書いて企業に提出します。正直やってられません、規定の文字数リミストと入れ替えてほしいですということで、かっこはてな、ひなちゃんの思う一文字さもちの調査と端子を教えてちょっていうはい、ひなちゃんも全国のね、就活生応援してますので、そう、まあ、一文字さもちくんはそうですね、長所はやっぱすごい企画力があると思うんですよ。じゃあすごい人を笑顔にする、そういう企画力があるところはとても強所だと思ってますね。そう、そういうのはね、すっごいいいと思うので、やっぱ自分はこういろんなことを企画して人を笑顔にできますみたいな感じで言うのありだと思います。そうで、短所はですね、やっぱり、浮気をしてしまうことはダメだと思いますねそう、そう、なんでダメかっていうのは、まあ、当たり前なんですけれども、はい、そう、どうしてダメかね、調べてみてください、ぜひ。そう、浮気どうしてダメかっていうのをやっぱネットで検索することによって直せるかなと思うそうね、そう、もう不倫どうしてダメかみたいな感じでもいいですよ、もはや。許しませんから、本当にそう、最初にされパンチョス絶対書けない短所いや、書いた方がいいと思います、自分の今すぐにはい、ぜひぜひ今すぐに書いてください。そう、やっぱね、本当の自分のことを書くっていうのは大事ですから、ぜひぜひ見直してみてください
ひなたかしんさん、いつも世界一かわいいひなちゃんから元気と癒しをもらってます。ありがとう、大好きです。キュンキュンですよ、本当に。はい、ねえ、本当にね。よいしょよいしょよいしょ。本当にいつもね、世界一かわいいって言ってくれてね、もうそう、会えない日が続くと、やっぱひなちゃんしかだわって言って会いに来るのが面白いですそうでしょってなる、いつもやっぱひなちゃんに会えないとダメだなって言ってくれるのすごい嬉しいですよ、私、うん、でしょ、ひなさんしかでしょ、うん、あ、仕事中でつけたらよかった、あ、本当によかった、それはお仕事頑張ってね、応援しておりますよ、皆さんですか、でしょね、今日もだよね、明日もだよね、明後日もだよ、ね、続いてが自由さんです。顔も可愛いし、声も可愛いし、ダンスも可愛いピヨちゃん、いつも応援しています。新しいシングルも発売されますし、コンサートやリクエストの準備で忙しくて大変だと思いますが、元気に過ごしてください。なんと温かいメッセージなんでしょう、ありがとうございます。そう、顔も声もダンスも全部可愛いって思ってくれて嬉しいな、自由さんそう、一番ね、ジュンさんにとっても一番ひなちゃんが可愛いって思ってくれた、嬉しいです。これからも、うん、そう、いろいろ準備がね始まるんですけど、ジュンさんが頑張ってって言ってくれたので頑張りますあ、こんばんはって言ってくれてる、こんばんは、ありがとう。え、パカも仕込んでくれたわ、嬉しい、楽しいだね、届くの楽しいわ、早く見たい。続いてが、もじちゃん。もじちゃんはメッセージがありませんが、いつももじちゃんはね来てくれる、応援してくれる、嬉しい、ありがとうねそう、届けこの思い頑張って送ります。あ、今指ハートして気づいたけど、見て親指に手ついてて、そう、おじちゃん、おじちゃん見てるかな元気ビデオメッセージ、元気に過ごしてね、ひなちゃんのこと好きでいてね続いてがカリーさん。ひなちゃんはじめまして、私は今大学生、あ、今大学3年生で AKB のファンですが、おもこいを聞いて STM 大好きになりました。特にひなちゃんが可愛くて仕方ないです、キャーン、可愛い、息をするところ、本当にいい曲だし MV も素敵、これからも応援してます、大好き、カリーちゃん、ありがとう。今回嬉しいね、すごい初めての方が結構来てくださってて嬉しいですよ、カリンちゃん、おんにゃにょこのファンの子が増えるのはとっても嬉しい可愛くて大好きです、女の子のファン、うん、AKB さんのこともね好きみたいなので、そう、どっちのグループもいるのでちょっと大変かもしれませんけど、そう、すごいひなちゃんのこと大好き、かわいいって言ってくれてるのめっちゃ嬉しいので、ぜひぜひね、STU のイベントとかでも会えたらいいの、また会おうね、いつでも待っております、カニちゃんのこと、うん、も大好き。続いてがハマチャさん。メッセージがないぞ、ハマチャさん、珍しいな、ハマちゃんはすごいメッセージを書いてくれるかと思ったら書いてない
がいた。だいぶ前にフライングありがとう送っちゃった。かわいい。フライングありがとうしてたんだね。ありがとうね。いいよ、全然。かわいい、ひなちゃん。かわいいよ。フライングありがとうしてる男が。いっぱしい。同時にね。あおちゃんが愛が溢れすぎてメッセージ書き添えたばっか答えるダメじゃん。オンライン手紙男オンライン手紙男どうしたんだおい、これは土下座そうだよ、そうだね、待って、オンライン手紙男どうしたの大事なメッセージタイプになったのに、本当に浮気してるから、いろんな農家見てくれるから、そうやって忘れるんで、絶対には許さないから続いてが太田さん。ひなちゃんこんばんは。イスティーホテータの曲や活動に励まされています。ライブツアーや公演でまた関西に来てくれると嬉しいです。大阪で好きなグルメは何ですかってことで、あら嬉しい、励まされてるって嬉しいね。関西行きたいな、公演やコンサート会いに行きたいでございますよ。ひなちゃんも大阪はね、好きなグルメはね、大阪ね、何でも美味しいからさ、結構何でも好きなんだけど、でもやっぱりたこ焼きおたこ焼きはね、食べたいってなるね、どうしても。そう、あと私はゴーゴイちゃんね、シューマイ派なんですよ。シューマイ大好き、めっちゃ美味しいやん、シューマイ。うん、大好きそう、大阪大好き。でも今度ね、公開収録、ラジオの公開収録で大阪お邪魔しますので、ぜひ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 そう、大阪ユニバもね、あるしね、行きますよ、また。続いて元春くん。ひなちゃん好きな、そう、話題話す会よでもよろしくね。ひなちゃんのスタイル楽しみにしてる、ありがとう。元春くんもそう、女子ギリいてくれて嬉しいな。そう、オンラインお話し会もね、すごく楽しみでございます私。うん、なんかオンラインだと、その距離があってもすごく好きだからこそ会いに来てくれてるんだなっていうのはやっぱ伝わるし、すごいなんか距離とか別に関係ないかなオンラインだとねそう、だからこう近くで会えてる気持ちになってすごい嬉しいんですよ。からもね、あゆみちょ、かみちょが汗汗ってしてたけど、もう続いてさまきさん。長い間一緒にいるけど、いろん、いや間違えた、いつもいろんな側面を見せてくれて、秋の魅力いっぱいだなと毎日感じてます。負けず嫌いなところ、頑張り屋で優しいところ、外見がタイプなとこ、よしです全部大好きです。魅力に迷った時も君は君らしくどこまでもついていくし、連れてくね、キャン、ありがとうございます。そうね、本当に長い間一緒にいるねエモいエモいって感じね、めっちゃすごい嬉しいね、全部全部すごい、褒めてくれて、ひなちゃん、ひなちゃんその自信のもとって感じあら、就活生です、自己分析が必要なので、ひなちゃんのもうちょっと話教えてください就活生また来た。そうですね、やっぱさめきさんの上手は、自分があるところ、どんな時も自分の考えを持ってるから、そのなんだろう、こう何を質問されてもこう答えれるところ、こう自分があるところってすごい素敵な調査だなと思いますので、どんどんね、会社に勤めてもね、こうこの一つのお仕事の全部魅力が語れるくらい語れる、そのプレゼン力っていうものを思ってたと思いますね、はい。まあ、そしてダーションはですね、なんだろうな、まあ、逆に真面目すぎるところそう
真面目すぎるがゆえに、そう一人ですごいね一生懸命頑張っちゃうところだったんすかなと思います。ひろとさんにもいっぱい歌い合ってください。はい、就活頑張ってください。応援してます。ということで続いてルシエルさん、大人への一歩を踏み出したひなちゃんの姿めちゃくちゃ輝いて見えました。これからも素敵なおしめんでいてください。嬉しい。そう、やっぱね、どんな時も輝いていたい。うん、ひなちゃんはなんかこう、あんまみんながねいてくれるからこそ輝けますして、うん、あ、やだやちゃんって超かわいい。それ嬉しいんだよね、ツイッターでよく見る。そう、しかもひなちゃんがもうすぐあげた写真を保存してそれツイートしてくれるよね。そう、絶対ひなちゃんのツイッター通知撮ってるよ、ありがとうね。うん、続いてみーくん、あ、みーくん、みーくんさっきも見た。ブルジョーネンコンサート楽しみにしています。あ、タイプ B になったのか、そういうことだ。みーくん、タイプ B もありがとうな、嬉しいよ。ブルジョーネンコンサートはどこで見てくれるのかな、どこにいても見つけるからね。嬉しい、本当にコンサート楽しいだね、いっぱいなっちゃーんって叫んでね。叫ぶタイプじゃなかったらごめんけど、うん、そう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 、嬉しいでございます。土取ってます。知ってる、うん、知ってるよ。続いて赤ちゃん、曲とてもいいねって、嬉しい。赤ちゃん、赤ちゃんもタイプ B も持ち込んでくれたのありがとう。そう、今回の曲ねとってもいい、本当にいい曲だなって思うし、いろんな人に届いてほしいなって思う、赤ちゃんは何の曲が一番好きなんだろうか。よくあの公演はね、曲を聴きに行ってるから言ってくれるんですよ、赤ちゃんは。だから何の曲が好きなんだろう。そう、気になる。いっぱい来てくれるから公演に。はい、続いてが秀幸さん、応援してますって、ありがとうございます。ん、あ、合ってた合ってた、よいしょよいしょ。秀幸さん、なんか珍しい秀だ。よいしょ、応援してますって言葉でね、ゆうちゃんもその一言でね、もう100万枚ぐらい頑張れるので、はい。そう、アンパンマンの顔変えられたぐらいのね、頑張りができるのでね、これからもね、ずーっとも応援しててください。続いてが、たかしさん、あ、たかしさんも A にも いらっしゃった方ですね。でも今回もメッセージがないので、ひなちゃんから言うと、あ、いる。あ、嬉しい。ドラに興奮した時から諦めず続けてくれてありがとう。続けるってすごいことって言ってくれてる、嬉しい、ありがとう。そうだね、なんかここまでね、なんか好きだなって思う活動アイドル、っていうのは本当にセミナのこと好きだなって言ってくれて、たかしさんがいることが本当に、なんか頑張れます。うん、聞き添えたのでうまくいきましたって、ありがとう。すごい、たかしさんはね、どんなことでもなんかあってもこうひなちゃんを応援してくれてます。ぐにいつも本当にありがとうございます。木の周り。続いてが、ひなからありがとうさん。はい、タイプ A では今日の朝ごはん何で言ったんですけど、タイプ B ではね、今日の昼ごはん何ということでね、お答えしていきたいと思います。今日の昼ごはんはですね、
ボロネーズパスタでした。はい、これ大好きですね。私ボロネーズのパスタ食べました。今日は嬉しかったな。基本的にカルボナーラとか明太パスタ食べるんですよ私。でも今日なんとなくボロネーズパスタ食べました。はい、好きですかね。ひなからありがとうさんもどうだろう。はい、続いてデイビッドさんかな。イギリスのロンドンから来ました。頑張ってください。ロンドンからすごい、ありがとうデイビッドさん。今回の曲も聴いてくれたのかな。イギリスかな。ねえ、ロンドンめっちゃ行ってみたいんだけれども。おしゃれなイメージがすごくある。いいな、行きたいな。ロンドン旅行するときはぜひぜひ私の、観光に教えてください。付き添ってくださいね、ミトさん。いつもありがとうね、応援してくれて。なんだろう、ロンドンで I love you。 続いて浅岡ひろしさん、クールなジャケットにサイン楽しみにしてます、ということでね、クールだよね今回のね。ちょっとなんかこう可愛いけどクールみたいな、いいとこ取りですね。これは浅岡さんにとっても嬉しいですよ。このジャケットが大切なものになったら嬉しいな。クール&キュートひなちゃん、楽しみにしててください。続いてがおばあちゃん。おばあちゃん、コメントがないんですけれども、さっき言ったかな、さっき言ってくれた気がする。まだ見てるかしら。コメントされたらもう気づかない。上がらんよね、確かに。そうなんよ、それぞれだったんよね。ありがとう。あ、まかりお話し会よろしくねって、もちろんだよ、もちろんだよ。楽しいよ、本当に直接会ってお話できるのね。おばちゃんは本当にいっぱい来てくれるから、もうでっちきだよ。そう、でもオンラインでもね、もっといっぱい話したいなっていつも思う。もっといっぱい話したい、持ってるね。役割だから、みたちゃん。続いてソウルメイトさん、2枚ありがとう。おお、さっきもね2枚申し込んでくれたから、合計で4枚のゲットなんじゃないかな。いっぱいゲットしておりますよ。見てくれてるかしら。よいしょよいしょ。ソウルメイトさんね、コメントがないんやけど、でも4枚まで持ち込んでくれてるってことはもう見たことが大好き、うん、大好きすぎてコメントが書けなかったという予測をしておきます。そう、私好きすぎて書けなかったんだよね、やまいまりが。そう、でもね、いつもね直接会ったらね、すごいこういっぱい話聞いてくれる日なんで。そう、嬉しい、ありがとうね、いっぱい話聞いてくれて。今日はいらっしゃるだろうかもしれませんが、エールを送りました今。頑張って。続いてが、あ、わかる、あ、ちょっとワイマ大好きって書いてくれてる、もうだよ。続いてが山崎さん、ひなちゃん20歳の誕生日おめでとう、これからも応援させていただきます、目指すセンター
目覚めを起こしちゃう。アイドル活動頑張ってください。そうだね、ひなも起こしちゃえば目覚めてほしいなってすごい思うね。本当にそう、くしちゃんツンデレなんですよね、すごいね。そう、ダイナちゃんと話してほしいな、早く、人間の言葉がね、早く使えるようになってほしいな、ね、不思議な力が目覚めないかなっていつも思ってますはい、でね、お誕生日もね、お祝いしてくれてありがとうね。20歳のダイナちゃんはこの山崎さんの、一番大好きっていう気持ちをもっともっとマシマシにできるように頑張ります。続いてスーさん、20歳になったひなちゃんが時折見せてくれるハッとするような表情とまた新たな一面を見せてくれるのを期待しちゃうっていうことで、嬉しいね、期待しちゃっていいよそのスーさんもあれだね、 A と B に来てくれたらね、そうね、今回もね BLT さんもめっちゃ大人っぽい表情が撮れてるのそう、めっちゃめっちゃめっちゃいいね、大人っぽい表情のひなちゃんが撮れて、もう早く発売されてほしい BLT さん。結構山賀さんも読んでくれてるよね、大人とひなちゃんからもお楽しみ。続いてが児玉雅宏さん、コメントがメッセージがありませんがありがとうございますね。雅宏さんと一緒にいちゃう、これがこのまさひなさんのタイプ、僕のすごい嬉しいです。ありがとうね、申し込んでくれて。これからもいっぱいこの曲を聴いてほしいですし、一緒にいろんな思い出を作っていけたらいいなって思ってます。ありがとう続いてパンタひろあきちゃん、2回目や、ひなちゃんありがとう、息をする心すごくいい歌です、歌詞が好きです、何回も聴いています、最後の君が君が好きだなところが一番好きです、ひなちゃんに言いたいなぁ、わら、ひなちゃん体に気をつけてお仕事頑張ってね、今日はありがとうでしょう、ということで、あらー、ひなちゃんもね、いいです、好きです、この曲も好きだって何回も言ってるところすごい好きですね。あ、ここですね、今ちょうど流れましたけれども、ね、そう、何回も聞きたくなっちゃうねそしてひなちゃんに全然言いに来てください、嬉しい。ひなちゃんとは何回も会っているのに会う時息が止まるぐらい緊張します、好きすぎて呼吸の仕方を忘れておりますね、それは生活、まあ、と好きすぎてね、沼にもハマっているし息ができないのかもしれませんそう、まあ、そんぐらい好きっていうのは嬉しいでございますよありがとうね、そう、今日ありがとうですっていうこと終わりかな、また会おうね、ありがとう、あ、君が好きですって来た、嬉しい今またよ。続いて良平さん、あら、コメントがありませんがありがとう良平さん、よいしょよいしょ、良平くん、よいしょ、申し込んでくれてありがとう嬉しいでございます。今回はね、気をする心すごい良平くんに送りたい曲なので、ね、一旦聴いてね、さあ笑顔になれる曲だよね、本当にいい曲、でも良平くんのことが好きだー
いて秋葉先輩、当日は仕事で見れないけどサインが届くの楽しみにしてるよ、ありがとう。なんか見れなくてもこうやってこのメッセージで伝えることができるから、あざおじけとサイン会はもう見れない方にも優しい回だよ、ね、本当に。そう、お仕事頑張ってね、応援してるよ秋葉先輩頑張れ、頑張れ頑張れ、でも頑張りすぎないでね。よし、あの、あとちょっとになりましたね、ちょっと。じゃあ読んでいきますね。神戸のスケブ館長さん、ドリンさんかな、はい、のちゃんやっほー、ドリンやでドリンさんだ、わらわら、6周年コンサートももうすぐで楽しみにしてる、リカーあと2日間とも行くのでよろしくね、声出しも解禁されたし6周年に向けて超絶かわいいイラちゃんの発声練習したくねってはい、神戸のドリンさん、そう、神戸のスケブ館長さんになってしまったんですけどいいのかしらこれで、ね、本当にこの名前で本当にいいのかい、まあね、本人がいいのがいいんですけど、はい、6周年コンサートちゃんともね来てくれるということでね、コールもそうですがスケブでもねたくさん愛を伝えてくれると嬉しいです、うん、楽しみにしてますね、しかも優勝だと6周年、いや、7年目も好きな素感情っていうのがスケブに書いてあると思いますいつもスケブで、なんだろうな、なんとかして大変すみませんって言ってますが、いや、面白いので全然いいんですよ、私は、はい楽しい、ちゃんとひなちゃん声を届けてくれるということが楽しいですね、声援も。続いてあきら、ひなたんさん2枚、ありがとう、さっきも2枚で B タイプ B も2枚で嬉しいな、4枚も届いちゃいますね、あきら、ひなたんさんありがとう、1枚、そしてもう1枚書いていくね、そう、今回のメッセージがないっけな、どうしようかな、うん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 、そう、ひなちゃんのあきらひなたんさんへの思い、うん、あ、いつもなんかちょっとクールな感じのスーツっぽい服を着てたりするんですけど、私ジャケット系の制服すごい似合っててキュンときますね、やっぱ私スーツ系、スーツ姿が好きなのでそう、あ、いいってなります、わーってわーかっこいいって思いながら見てます、うん、すごい好きです、あ、あとね、あのひながクシュパーカーのクシュの鼻と口がデザインしたパーカーを初めてリナさんに公表されてた時にすぐに、あ、これクシュの鼻と口やって気づいたらしくて、もうそういうところも好きですさすが、そう、なかなかね、何人このロゴって思ったと思うので、ね、リナさん嬉しい、続いてクラゲさん、クラゲさんありがとう、女優さんも A タイプと B タイプ申し込んでくれてありがとうね、嬉しいよ、あ、そう、クラゲさんね、あの香港から応援してくれてるんですよ、嬉しいな、香港からいつもありがとうね、
香港も行きたいところだ。行かせて。ライブしたい。なんかその辺で。その辺でライブしたいっていうね。旅行もだけど。あ、ごめんね。てか。クシュちゃん。え、クシュちゃんが来たんやけど。ひなちゃんの大好きなクシュですよ。今日もお仕事頑張ってましょうか。クシュはひなちゃんいなくて寂しいですよ。あ、寂しくないですけど、帰ってきたらなでろ、なでなでしろです。今日は1時間で我慢するんです。クシュちゃんが来た。え、これどっちだろうな。ママピオがふざけて送ってるのか、あのヒューのファンの人がクッションのモノマネをしてるのか、どっちなんだろうこれ。これママピオです。あのこれなんか今ちょっと続けた文面を読んだんですけど、そう、これクッシャー、あのマムピオですね。あの岩田さんから来てるので、この同姓同名の人はなかなかいないなということで、あのマムピオだということで判明しました。はい、クッシャーが来てくれたみたいでね、ありがとう。クッシャー見てる。クッシャー意外とね見てくれるんですよ。テレビ番組とかもあの鼻をこうやって金網から鼻を出しながら見せてくれるんで、多分見てるはず今の。クッシャンね、なでなでするからね、帰ったわ。楽しみにしててね。そう、今日はね、2日ぶりに会いました、クッシャン。泊まってたんで、東京で。そう。ママピオを申し込んで。続いてが、ケインチさん。初めて見た時から好きでした。いつも元気と可愛い、ありがとう。これからもずっと応援してるよ。ありがとう、ケインチさん。そうだね、そう、本当に初めて見た時から好きってことは一目惚れってことだもんね。嬉しいな。一目惚れしたあの日から今でも好きっていうのはすごい嬉しいです。そう、その初めて見た時よりはね、どん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 好きになっていったらいいなと思うし、自分もね、どん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 可愛くなって惚れさせていきたいなって思います。これからはね、ずっと一緒だね。嬉しい。続いて、埼玉のまるちゃん。ひなちゃん、好きなそう。残念ながら仕事で配信見れないということで、そう、ちょっとあの、コンプライハンというか、ちょっとメッセージね、途中までになってますが、ありがとうございます、まるちゃん。ねえ、お仕事で見れないのね。ありがとうね。ちょっとあのメッセージ書いてほしいな系だったんですけど、そう、今回メッセージ書けないんですよ。今回ハートしか書けないみたいなので、すごいハートを書けないんですけど、でもあのいっぱい愛は送っておりますので、うん、お仕事頑張ってね、まるちゃん。頑張れ、頑張れ、頑張れ。応援してます。愛はたっぷりね、込めてますんでね、ありがとう。続いて、ポンタマルさん。ひなちゃん、いつも楽しい時間ありがとう。相変わらずみゆちゃんの話に恥じり口だけど、わわひなちゃんとお話しするの本当楽しいよ。25日のリアル話し会でやるの本当に楽しみにしてるからね。ね、いや、そう、なんかこの間ちょっと電波が悪かったので思ったよりもあんまりお話ができなかったので、25日にね、また話せるっていうのすごい楽しみにしてますよ。いつもポンタさんと話したらすごいあの元気がもらえるんですよね、じゃあ。そうなのでね、でもめっちゃ楽しみにしてますよ、会えるの。いっぱい話しようね、ポンタさん。そう、みゆちゃんの話でもね、何でもしました。続いてが、アッキーセブンさん。最近あざとさに身投げがかかっていて可愛い。さてはクシュちゃんの可愛さにライバル心持ってる。そうだね、やっぱクシュちゃんはさ男の子なのにあんなに可愛いんですよ。だからやっぱ負けてられない。うん、
近くにねライバルがいるとやっぱもっと自分も可愛くなろうと思えたね。クッションはねいいあざといライバルですね。そうアキーセブンさん言う通りね、ちょっとなんかクッションよりも可愛くなれるように頑張ります。おつりおうありがとう。あくらだったね、ヒロは見えてたよ、ポンタさんのことでも。アスアスしてるポンタさんのこと見えてた。あー、そう言われてないよ、ありがとう、安心してるねって、嬉しいね、いつも本当にありがとうね。続いてが、マッキーさん。キューマミシングル発売をやると、ヒロちゃんにはいつか王道アイドルソングのセンターで絶対歌ってほしいです。これからもみんなで頑張りましょう。ありがとうマッキーさん。そうなんかずっとねそう応援してくれてるからこそこうやって言ってくれてるのがそう本当の思いなんだなっていうふうに受け取れるというかそう一緒にねこれからもみんなで頑張っていきましょう。みんながいるからね大丈夫だなって思えるよ。うんそうやさん少しだって見えてたから。そうあカナダジャケット大好きだそうカホにしますありがとうえ嬉しいいいよねこれねこのなんかえ息をする心がつながってる感じの文字好き。写真も好きなんだけどねいいよね毎回宝物にしてくれてありがとう。続いてハマちゃん二十歳を迎えたひなは気づけばまふみはどこへやら色気あふれるいい女になっていた。無敵の10代を過ごしたひなは今どんな未来予想図を描いているのか。必ず有言実行してくれる世界線しか見せない最高の女だから目が離せないし繋いだこの手も離さない照れ。さっき書かなかったのにこれには書いたオンライン手紙男は現る。なんでなさっきのも書きなさいよこんぐらい。やないのよこれがオンライン手紙男だ。さっきのも書きなさいよ。あの一個に集中しすぎたかなこれもしかして時間オーバーねありがとう。うんなんかハマちゃんハマちゃんからのメッセージなんか面白いぞもう真剣なんだけど面白いっていうかなんか突っ込みたくなるいろんなところに。うんそう過去汗汗ってそういやでもね許してないからどうせ他の女の子に上のサラでかけてないんだけどそうおい本気マンってほんとかい本気ならいいけどね。続いてのりさんじゃあねバイバイなんでバイバイなんでなバイバイしたくないバイバイはやだひなちゃんとのりさんずっと一緒でしょのりさんとひなちゃん運命の赤い糸でつながってるんだから離れられないよそう嘘だもんねネタだよね知ってるよネタのことそうありがとうねあそう今のであれが終わりました。タイプ A とタイプ B の分が終わりましたので今回からはなんとこの18時15分までに申し込んでくれた追加分も読まさせていただきたいと思います。ありがとうめっちゃ嬉しい。そうありがとうね。なのでね追加してくれた方ねお集まりいただいてちょっと呼びかけとこうツイッターに追加文読む追加文読む
追加分4テク。パクチさん、よし、これでちょっと離れてた人も戻ってくるかな。まだかなみたいな、わかんないじゃん時間ね。うん、美味しいカフェオレだな。続いて読んでもいいかな。読んでいきますね。追加分してくれた皆さんのことも。本田ひろあきちゃん、のちゃん、息を吸うここですごくいい曲です。毎日車の中で聴いています。白の衣装もひなちゃんに似合ってて素敵です。歌っている時ひなちゃんばかり見ています。ひなちゃんは自分の天使であり女神です。愛しています。ふっちゃんは大好きだよ。嬉しいな。さっきもね、いっぱい来てくれたのに追加もしてくれたんだね。ポンとひろゆきちゃん、ありがとう。めっちゃめっちゃ間違えちゃった。そう、ひろあきちゃんのもとにいっぱい届くよ。楽しみにしててね。そう、車の中でも聞いてくれてるの嬉しいな。ひろあきちゃん、昔 AKB のシングルが出るたびに車の中にかけてもらってたから、それをすごい思い出しますね。うん、そう、山口をも車で移動するやん。もう山口はもうバスとかないけん。いつも流れとったり、ひなが今シングルかけてって流しとった。そう、嬉しい。追加しました。ひなちゃんに会いたかったから、ひなちゃんしか見えないよって大好きじゃん。会いたかったの。ひなは会いたいよ。うん、会いたい。うん、会いに来てくれてありがとう。もう一回、もう一回おかわり。今日もエアとんで楽しかったよ。あー、よかった。ひろきちゃんがニコニコしている姿を思い浮かべながら話してたよ。ありがとうね。ありがとうです。追加してくれてありがとう。続いて千葉のともくんです。ひなちゃんが20歳になった今年もひなちゃんの夢がたくさん現実になっていくように、一ファンとして精一杯応援していきます。広島での6周年コンサート、本当にとても楽しみにしています。うーん、嬉しい。そうね、今回ね、今年も本当にいろんな夢が叶っていけたらいいなっていうのも思ってます。よいしょよいしょ。そう、そのためにもね、すごい応援してくれるって書いてあるから、ともくんの応援にはね、精一杯応えていけるように頑張るね。ありがとうね、いつも応援してくれて。本当にそう、6周年コンサートもめっちゃ楽しみにしてくれて嬉しいな。今回はね、6周年ですからね。もう小学校卒業みたいな気持ちで大人になるというか、成長するようなそんなコンサートにしたいです。いっぱい見ててね、ひなのこと。続いて、オリンシーさん。9枚目シングル発売おめでとう。20歳のいいスタートできるよう歓迎ながら応援しています。ありがとう。全然陰ながらじゃなくて、全然ひなちゃんに会いに来てくれてるよね。ありがとう。本人は陰ながらのつもりともしれんが、全然声に出して応援してくれてるよ、いつも。ありがとう。ね、これからも近くで応援してて、うん、陰じゃなくてこっちにおいで。続いて、よしふみさん。初サインのチェキかっこずっと見てるよ、届きました。嬉しくて追加しましたって。嬉しい。ずっと見てるの、初サインのチェキ照れちゃうじゃん。そう言ってくれて嬉しいな。しかもそれが嬉しくて、このジャケさんを追加してくれてね、ダブル嬉しいだよ。ね、最近のことじゃん、届いたのって。だからこれからも毎日見てね。ずっと見ててね。
しゅみさん、また会えて嬉しいよ、ゆなま。また会いに来てね。お、仕事終わった、おにゃったって言ってくれて嬉しいさ。よかった、仕事終わってお疲れ様、見てくれてありがとう。うん、ずっといてるよと書かれてそういうことかそういうことずっと見てるんかと思って、そのチェキを。まあね、ずっと見られてるということで。そう、今回もね、この座決勝のひなちゃんもずっとあなたのことを見てますから。はい。あー、間に合ったーって、よかったね、間に合って。拍手拍手。よかったよかった。続いて、あきらひなたんさん。いつもひなちゃんを見てると勇気や元気をもらえるし、まるで自分を新しくアップデートしたみたいに、また今日から頑張ろうって気持ちになるよ。あー、好き好き好き、大好き、めっちゃ好き、これからもずっと変わらず応援してるね。嬉しい。なんかアップデートしたみたいに今日から頑張ろうと思えるって嬉しい。なんかひなもなんか本当になんだろう、みんなに会うたびになんかアップデートされたみたいに、あ、こんなにひなのこと好きな人がいてくれるんや、頑張ろうってめっちゃ思えるから、めっちゃわかるその気持ち。そう、ごめん、4枚コメント書き忘れて、こんなのひなちゃんから大好きが欲しい。へこわないね。ゆなちゃんすごい、みんなも大好きだよ。申し込んでくれたことがまず嬉しいから大好き大好き、元気出して、大好き元気出た、うん、よしよし、大丈夫大丈夫、愛を伝わってるから、あきらさんからの、うん、ありがとうね。よかった、でもね、追加したやつはかけたんだね、めっちゃギットしてくれとるやん。5枚もゲットしたんか。続いて、バンダナくん。ひなちゃんはもう王道アイドルとして可愛いを常に更新中だけど、写真集でも見る、ん、あ、見せてくれたように大人のミルクまで出てきて、これからどんな一面でドキドキさせてくれるのか本当に楽しい。嬉しい、バンダナくん。なんかバンダナくんまあ、ひなちゃんの大人の魅力にどんどん沼っていってるよってことでね、つまりそう、ね、写真集を機にね、私もすごい大人に変われた気がするから、もう、うん、楽しみにしてさあ、ありがとう、ひなちゃん。あ、めっちゃ元気出たって、よかった。あ、バナナくん、ひなちゃん、最近ドキドキしておりますよ。あら、どんどん魅了されていってください。ミスに、これからもいろんなひなちゃん乗せていくのでね。続いてが、淡いココさん。今回初めて ST の CD 買いました。しかも初ひなちゃんのサイン、楽しいです。あー、ココさん初めてなの、嬉しい、めっちゃ嬉しいな。お名前もとっても可愛いですね。そう、初の STU の、しかもひなちゃんの初サイン付きということで、初だらけのこちら。パパくん楽しみにしててね、嬉しいな。そう、すごいね、いい曲ですし、 ST はね、もっといっぱいいろんなね、いい曲あるからね、なっちゃんもいるからね。ぜひぜひこれからどんどんね、好きになってほしいな。うん、あ、いのちゃん好きですってね、いのちゃんも好き。初めて好きって言われた。嬉しい、これからもよろしくね、また会いに来てね、ありがとう。続いて、せなさん。皆さん、
10代をたくさん楽しませてくれてありがとう。エソイラさんから絶大な力をもらえて感謝感謝。以上大半最初のアザジャケットサインに歓喜一生おしめ。皆さん大好きよ。改めまして20歳おめでとうね。ありがとうございます。つぬくんね、そうこちらこそね、10代は一緒にいろんな、ね、思い出を作ってくれてありがとうっていう気持ちでございますしね。さあ本当に20代最初のアザージキットサインをね大切にしてくれると嬉しいでございますよ。さあ一生おしめって言ってくれてるの本当に嬉しいな。ひらもなんかもうさ一回好きになったらずっと好きなタイプだから、ひらもだからひらも一生好きだよ。あ、いなちゃんって今日も息をするの忘れるくらい可愛くて苦しいよ。ひなが息あ げないと。好きすぎて苦しい、大丈夫。続いてたまきさん、好きなそうな存在のおかげで毎日生きられてます。これからも息をするくらい当たり前に好きな存在できたいと思います。好きなそんな存在が誰かは言わなくてもわかるはず。このシングルの期間もよろしくね。たまきさん申し込み忘れてました。今日も作曲書いて、おい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 、よかったね、気づけて。本当に危ないところだったな。よかった、でもたまきさんが来てくれて今日、そうメッセージ入ってして元気になりました。やっぱね、好きな存在は松ひなちゃん、松ひなちゃんだもんね、そう、そう、このシングルの期間はね本当に楽しい、ね、思い出がいっぱい作れそうだなって、そう、前シングルよりもね作れそうだなってすごい思っておりますので、よろしくお願いします。松ちゃんの端くじり好きよ。そのうち土仙台もじゃ大丈夫、うん、絶対に土佐で言えるから、土佐で会おうね、次こそは。続いてがみほちゃん、みほちゃん買ったと思ったら買えてなくて今買った、あ、すいません。息をする心発売おめでとう。最近会えてなくて寂しいです。泣き今日も好きです。ほんまやで、遅れてごめんね。入社もおめでとう。はーいと、ということでみほちゃん、よかった、みほちゃんも買ったと思ったのに買えてなくて汗汗って書いてあったから気づいてくれてよかったね。一回しかないからね、この時期の写真最初委員会はね、よかったです。会えてみほちゃんも本当にみほちゃんのことはもうだから最近なかなか会えてないからもう寂しい、はい、帰りたい、充電してね。ちょっと今あと2%ぐらいのところで頑張ってて、今これもちょっと空いたから今 15% ぐらいだけどやばいから、そう会えないとやばいから、ねえ、ちょっとハローあちゃちゃ嬉しいって、あ嬉しい、今のコメントって今その充電は25% ぐらいだった。そう大好き、また会おうね。続いてアニッシーさん、あれまた会えたね。僕の中では最強のアイドルで最高で最愛の4年生です。嬉しいな、なんか語呂がいいな、ラップできそうな感じでね。最強のアイドル最高で最愛の岩田ひなちゃんって感じで、ありがとうございます、いっぱいの愛を伏せてくれて、はい、よろしくね。これからも最強で最高で最愛のひなちゃんでよろしくね。リバーやばい、会いに行きます。絶対ない、もうみほちゃんの、みほちゃんの栄養がないよ。充電が大変じゃないから、あ、最強最高最愛のひなちゃんです、これからもよろしくね。なんだ、なんかすごい語呂がいい、そう歌詞に欲しい、そう
そう、よろしくね。最後最後です。チュッチュッチュ。最後を締めくくるのは続いてひでみちゃん。キャン、ハワイアンガッツの時のゴスライダーヨナコさんは縦巻きツインテールが世界一にやってて可愛すぎて好きです。いつも可愛いけどあの時は最強に可愛かった。私のために縦巻きツインしてくれてありがとう。好きだ。そう、お話し会でもあれ可愛すぎる、もうドンピシャみたいな、私のためにやってくれたんだよねみたいな。そう、そんなに喜んでくれてとはと思って、ひでみちゃんのためにやってよかったなと思います。もうそんなね、なんかツインはよくやるんですけど、ぐるぐるの縦巻きツインはやらないから。そう、すごい嬉しい、そう言ってくれてありがとうね、うん、私のためにいつも可愛く言ってくれたよ。そう、ひでみちゃんのね、もうそのグッズ全部集めるんじゃないかな、もう集めたかな、もしかして。そう、こちらこそ、あ、メイクさんにもぜひお願いいただきます。ヨタくんね、結構ね、お世話になってるメイクさんにやってもらったので、そう、めっちゃ喜んでくれるハンドコインターっていうとこで。続いて、ヤミオさんだ、ヤミオさん、先日の生誕祭には参加しましたが、加入当初中学だ、あ、中学生だったひなちゃんが20歳になるなんて、改めて時の速さに驚いています。これからも輝くアイドル姿を見せてくださいね。ありがとう、ヤミオさん。そう、見てくれてありがとうね、生誕祭、そう、参加してくれてとっても嬉しいでございます。そうね、そう、中学生だったひなちゃんがもう二十歳なんだねみたいな、昔からね見てくれてるファンの方はね、よく言ってくれるんですけど、そうです、私は二十歳なので、これからは大人ひなちゃんをお楽しみください。はい、ね、ずっとね応援してくれて嬉しいよ本当に、うん、ひなちゃんもこれからもキラキラ輝く存在でいられるようにね、見守っててね。続いてザッキーさん、言いたいことがあるんだよ、やっぱりひなちゃん可愛いよ、好き好き大好き、やっぱ好き、やっと追いつけたおひな様、俺が生まれてきた理由、それはひなに出会うため、俺と一緒に人生歩む、世界で一番愛してる、愛してるということで、ありがとうガッツ恋講座、これギリギリ入るんだね、よかったね入って、うん、そう、ザッキーさんがガッツ恋講座をね送っていただきました、ありがとうございます。なんか前回も送ってなかったっけ、違う人かな、前回も送ってくれてた気がする、ありがとうございますよ、ガッツ恋講座。お、アザフキーシュー会3度目のガッツ恋講座だよね。そうだよね、覚えてるよ。そう、よく覚えてる、うん、間違ったマヒナちゃん以外にも行かないからずっとあなたを支えます、あなたと行きたい、あなたが好きって、嬉しい、もう愛を全てひなちゃんに全振りしてくれてるよね、本当にありがとう、これからもね愛はひなちゃんにしか送らないでください。はい、そしてね、そんなザッキーさんになってね、みんなはね、こう、あ、ひなちゃんだけ押すと、あ、いいんだ、この幸せな気持ちになるんだっていうね、広めてってください。周りにも、はい、ぜひぜひ連載していってください。そう、ありがとう、ね、追加もねしてくれてありがとうね。そして続いてかなと、最後の方になります、デブニャン、ありがとう、わー、ひなちゃん、なんか変えてなくて慌ててほしかったよ、いつもかわいい、ありがとう、ひなちゃんの活躍をいつもドキドキワクワクで応援してるのだ、よだれ、よだれなんや、最後よだれ拭いて。そう、デブニャンね、昨日も会いに来てね、くれてありがとうね、嬉しかったよ、会えて、そう、よかった、忘れとったんやね、申し込んでるたのに、そう、あ、いいや、ごめんなさい、いいや、いいや、そうそうそう、歌ってくれててもね、構わませんけど、デブニャン、ありがとう、はい。
あ、水谷さんめっちゃ応援するよ。昨日もライブ飛び送り可愛すぎて肩こる。なんで肩こる。力入っちゃう。可愛い。力入っちゃう。肩こってたのかな。大丈夫かな。肩揉むよ。うん。肩痛い。稲ちゃん思い出して。だから縛れないの。確かにね。稲ちゃんのポケさ肩こったんだな。ちょっともったいないわね、シップ貼るの。そう、痛みとともにね、ひなちゃんを感じててください。はい、ということで、なんと追加分も終わったので、すべて読まさせていただきました。ありがとう、とにかくさん申し込んでいただいてとっても嬉しいでございますよ。いっぱいありがとうね。お疲れ様ね。お疲れ様だよ、みんな見てくれて最後まで。そう、ちょっとね、お仕事とかあって見れなかった方もね、あの本当にありがとう。うん、うん、愛、愛です。そうね、ありがとうね、本当にね、みんなからのいっぱい、メッセージ、すごい嬉しかったです。元気になりました。うん、追加でね、申し込んでくれた方はね、ありがとうね。ぜひぜひまた、うん、あ、そうね、届くのも楽しみにしてほしいし、そう、また届いたらね、いなちゃんに報告してね。今日のこともね、感想とかね、あの岩手ひなって来てくれたら見てるからね。はい、お疲れ様、ありがとうって、ありがとう、愛をたくさんありがとう、こちらこそありがとう、いっぱい。ではランキングを読まさせていただきます。13位、カネッチさん。カネッチさんのことが好きだぞ。12位、メドギさん。メドギさんのことが好きだぞ。11位、影回しさん。影回しさんのことが好きだぞ。10位、ドリンさん。神戸のスケブ館長。神戸のスケブ館長さんのことが好きだぞ。9位、クマさん。クマさんのことが好きだぞ。8位、りょうさん。りょうさんのことが好きだぞ。7位、パンパさん。ありがとう、届くの楽しみにしてるね。うん、楽しみにしててね、ありがとう。6位、アッキーさん。アッキーさんのことが好きだぞ。5位、ウォーギョーさん。ウォーギョーさんのことが好きだぞ。4位、ヒロさん。ヒロさんのことが好きだぞ。3位、トネコさん。トネコさんのことが好きだぞ。2位、ハスさん。いつも愛をいっぱいありがとう、クッシャンなでなで。今日はね、クッシャンも来てくれましたから、まあ、クッシャンという名のね、ママピオさんも来てくれましたから。ありがとうね、なでなでしに行きますね、この後は。そして1位がドルルパパン、ジャッキーさんです。今日もありがとう、楽しかった感情って、よかった、こちらこそ楽しかったよ、今日もいっぱいいろんな愛を伝えてくれて、ありがとう。はい、パチもありがとうね。ということで、本日も、はい、朝ジケットサイン会で持ち込んでくれた皆さん、本当にありがとうございました。ソロジャキさんっていうのがすごいね、嬉しいですし、サイン付きでね、宛名付きで届くのでね、自分だけのソロジャキさん、そう、届くの楽しみに待っててください。本当にありがとうございました。ではでは、今日も一日おつぴもでした。バイバーイ。好きだよ、みんないっぱい会いよう。ありがとう。